ジャスティン・チャールズ・エディンバラは、イングランド・バジルドン出身の元サッカー選手、指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。2017年より2019年6月死去まで、レイトン・オーリエント FC の監督を務めた。1988年にサウス・エンド・ユナイテッド、FC で選手としてのキャリアをスタートさせると、1990年にトッテナム・ホットスパー FC へ移籍した。 トッテナムでは1991年に FA カップ制覇、1999年にフットボールリーグカップ制覇を経験した。トッテナムでは10年にわたり所属し、200試合以上の試合に出場した。2003年に加入したビラリキータウン FC で選手兼任として監督のキャリアをスタートさせた。2011年より指揮を取ったニューポートカウンティ AFC ではチームを フットボールリーグに昇格に導いた。2017年1月にノーサンプトンタウン FC の監督に就任したが、8月に不審により解任された。2017年11月より、レートンオーリエント FC の監督に就任した。2018から19シーズン、チームをカンファレンスナショナル優勝に導いた。2019年6月1日、マドリードで行われた。 UEFA チャンピオンズリーグ2018から19の決勝をフルストテナムホットスパー FC の元同僚たちと現地観戦していたが2日後の6月3日に心臓発作で病院に緊急入院した。しかし5日後の6月8日に意識が戻らないまま息を引き取った。49歳没。ありがとうございます。